でしょう。京子さんの話ですけど、どうして隣の話し声がうるさいって言ったんだろう。だって106号室のはるかさんと早苗さんは騒ぐような人たちじゃないし、104号室のあみこさんとゆきのさんはずっと外にいたんでしょ。もうちょっと考えてみます。先生、私が殺してやるなんて言うわけないでしょ。明るくていい先生だと思ってたんですけど、なんだか分かんなくなってきちゃいました。もうちょっと考えてみます。早く聞いて、何でも聞いて。昨日上海の街でね、パパそっくりな人に会ったんだ。どうしよっかな、行っちゃおっかな。宇佐美先生はね、まゆみさんとラブラブだったんだよ。手が早かったみたい。そうそう、昨日上海の街でね、パパそっくりな人に会ったんだ。でね、二人で一緒に写真撮ってプレゼントしてあげたの。探偵さんにもあげる。はい、これアミコとサナエさん、それと千夏さん、4人ともずっとラウンジにいたように思っていたんですけど、よく考えてみると千夏さんがずっと一緒にいたかどうか自信がなくなってきたんです。あ、でも私千夏さんを疑っているわけじゃないんですよ。優しい先生でしたけど、私は好きでも嫌いでもありませんでした。またね。まだ用ですか。別に。よく知らない。考えたことない。何それ。
はい。私は別にないけど、他の子たち私のこと何か言ってませんでした。例えば京子とか。別にありません。体育の先生です。だから体育の先生です。何でしょうか。はい、私のトランクが荒らされてたことと宇佐美先生が亡くなったことは直接結びつくんでしょうか。いずれにしてもここにいる生徒の中にそんなことをする人は絶対にいません。はい、大変教育熱心な方だったと思います。宇佐美先生のひいおばあ様がそもそも当学への創始者でいらっしゃって、代々教育に情熱を傾けられてきた家柄なんです。すいません、ゆっくり考えさせてください。お役に立てなくてすいません。今度は何のお話？ありません。結構人気あったよ。やっぱりスポーツできる人って憧れちゃう人多いんじゃない？プレゼントあげる子もいっぱいいたみたい。私はっていうと、タイプじゃない。なんか繊細さが足りないっていうか。そういう意味じゃ宇佐美先生のこと嫌ってる子もいたな。特に誰ってことじゃないんだけど、私で分かることなら話します。特にないんですけど、真由美さんとかみんなどうしてます？よく分かりません。印象なんてその日その日で変わるものでしょう。またお話しようね。ご苦労様です。そうですね、連絡扉が開かないというのはどうも不可解で。はい、普通電気系統の故障でもそのようなことは起こらないはずなんですが。他にはございません。
そうですね、生徒さんを預かる教師としてもう少し考えていただきたいと思いました。実はミネラルウォーターをお部屋へお届けした時のことなんですが、宇佐美先生はかなりお酒を召されていたようで、私がお部屋が違うことを申し上げましたら、なぜかひどくお怒りになって私追い出されてしまいました。いや、そういうことはやはり先生方にお聞きになった方がよろしいかと。ご苦労様でした。まだ何か？特にありませんが、私の診察カバーについてお聞きになりたいですか？ご安心ください。これは往診用のカバンですので、メスなどは一切入っておりません。宇佐美先生とは個人的なお付き合いがありませんでしたので、お話しすることはありません。今度は何かな？ところで君はもう容疑者全員の履歴を取り寄せたのか？おいおい、証言との違いをチェックするのには必要なものだろう。そういった地道な作業こそが犯人究明の糸口になるんだよ。ヒントはやったんだから、あとは君の仕事だろう。ああ、クズだよクズ。教師というより人間として最低のやつだよ。もういい加減にしてくれ。ご苦労さん。ご苦労様です。ご苦労様でした。何でしょう？もうちょっと考えてみます。なんだか分かんなくなってきちゃいました。待ってください。待ってました。はい。
はい。私は別にないけど、他の子たち私のこと何か言ってませんでした？例えば京子とか。別にありません。科学室って学校のですか？事件と何の関係があるのかな？今度は何かな？ところで君はもう容疑者全員の履歴を取り寄せたのか？あ、そう。でもちゃんと読んだのか？もしかしたらそこにヒントが潜んでるのかもしんないんだよ。当然だろう。僕は科学の教師なんだから。だから休みの日以外は毎日行ってるよ。あそこの雰囲気は好きなんだ。もういい加減にしてくれ。ん？僕に決まってるだろ。科学室の担当だからね。ああ、当番のことか。毎日変わるからね。ここ1週間くらいのことなら覚えてるけど。何曜日だい？その日の当番は確か、山地だ。山地真由美だよ。ご苦労さん。私、宇佐美先生と付き合ってたんです。去年の秋まで。正確に言うと学園祭の夜が最後でした。いきなりお別れだって言われて、あっけに取られちゃいましたよ。でもすぐにそのわけ分かったんです。他の子とキスしてたから。だから殺してあるって本気で思った。旅行の前、科学室でそう言ったのも事実です。でも違うんですよ。残念だけど私は宇佐美先生を殺してません。もういいでしょう。嫌なんですよ、思い出すの。私は別にないけど、他の子たち私のこと何か言ってませんでした？
何でも聞いて。まだ写真欲しいの？しょうがないな。はい、これ。どうしよっかな。行っちゃおっかな。宇佐美先生はね、真由美さんの後別の女の子と付き合ってたんだよ。誰だと思う？京子。実はね、真由美さんと京子さん昔は親友だったんだよ。それがさ、宇佐美先生のことが原因でうまくいかなくなって、京子さんは真由美さんに嫌われたと思ってるらしいんだけど、私はなんか違うような気がするな。真由美さんってそんな単純な人じゃないと思うんだよね。私よか、京子さんに聞いてみれば。またね。私で分かることなら話します。はい、付き合ってました。私、付き合ってた人が殺されたのに涙が出てこないんです。多分本当の恋人じゃなかったんでしょうね。真由美が聞いたら怒るかな。真由美だから先生すること父さんでもあった私というとね、宇佐美先生には他に好きな人ができたんです。その人の名前ですか？言いたくありません。これ以上話したくはありません。またお話しようね。はい。いなくなればいいって思ってました。同じこと京子にも聞いたんですか？そうですか。もういいでしょ。嫌なんですよ、思い出すの。
はい。いなくなればいいって思ってました。同じこと京子にも聞いたんですか？え、じゃあ京子、宇佐美先生の新しい相手の名前教えたんですか？本当に？京子らしいな、自分より相手のこと気遣っちゃって。捜査に必要なら私が言います。宇佐美先生が狙ってたのは早苗です。もういいでしょう。嫌なんですよ、思い出すの。お待たせしました。今届いたばかりのファックスです。では私は常務室に戻ります。先生、ちゃんとポケットにしまっといてくださいね。